悪魔、1年以上のブランクを心配する周囲の声も何のさらを、ついに決勝進出。日本それまで、大外刈り一本、本並決勝進出。ついに本並猪木は決勝で相まみえます。勢いつけなくちゃ、猪熊さんの大勝負の前に私が猪熊の逆に水足小内刈り効果になった。水足ついに効果一つリード。待て、落ち着いて藤子さん、自分の形に持っていくの。そうよ、お母さん頑張る、見ててね福ちゃん。アップ、いった、花園内股。勝負の世界には通用しないか、花園藤子。えい、つくづく下手くそめ。よしよし、福ちゃん約束だもんね、力いっぱい最後まで頑張るって。どうしたんだ福ちゃん、お腹が空いたのかしら。よし、俺ミルク取ってくる。でも松田さん、お仕事は？あ、工作！仕事サボって何やってんのよ！はじめ！さあ、残り1分を切った！三橋が効果一つリードしたままで決着がついてしまうのか？花園藤子ですが、斉藤さん、相当苦しいようですね。ええ、出産後初めての大会ですからね、かなり疲労が溜まってるんじゃないでしょうか。それにもはや完全にミサーチにタイミングを読まれています。これじゃあ手も足も出ませんね。さあ、残り30秒を切りました。藤子さん、いい夢見させてもらったよ。そうですね。藤子さん、よくやった、本当によく頑張った。花園くん、パスポート持ってないでしょ。え、パスポート作らなくちゃ、バルセロナに行くんだから。しかしみんなで行くんだから、みんなでバルセロナに行くんだから。猪熊、はい、そこじゃ三橋、最後まで気に入るな。藤子さん、ファイト、気をつけて。元々じゃ、行ってみ。
結果はどうなったんだ山田さん。どうなったんだ試合は。勝ちました。試合終了ギリギリで、もろ手狩りが有効で。大逆転、花子の最後の最後でもろ手狩り有効。この瞬間、花子の藤子、バルセロナオリンピックへの出場権を手に入れました。やった藤子さん。藤子さん、花園さん、先生、やってくれました。やってくれましたよ。明日から鍛え直しじゃ。ま、今夜だけはバーッと祝ってやるがの。福ちゃん、やったわ。ママ約束通り精一杯やったわよ。はいはい、ママはここです。もしかしたらさっきのはママって言ったんじゃなくてマンマーって言ったのね。しかもこの匂いはうんちもしてるわ。おしめ、さあ今度は君の番だぞ。藤子さんと一緒にバーンと明日の一面を飾ってくれ。はい。いや盛り上がるな。これだけ盛り上がるの珍しいな。やっぱり本阿弥だろ。猪熊だよ。今のうちにトイレ行かなきゃ。おい、なんでこんなに組んでんだ。早くしないと決勝が始まっちゃうよ。どうしてこんなに混んでるのよ。もうこんなん並んでたら漏れちゃうわ。どうして女子トイレってあんなに混むのかしらね。だいたいトイレが少なすぎるのよね。そういえば工作どこ行ったのかしら。あら、風祭りさんじゃない。何フラフラしてるの。ああ、日刊エブリーの加賀邦子さん。やわらちゃんにプロポーズ。キャー本当に本当に風祭りさん。ちょっと声が大きいですよ。いいことよそれって。いいことだわ。そうかな。そうよ、だってさやかさんとの間に愛はないんでしょ。まあさやかさんの地位と名誉とお金が目当ての関係でしかないんでしょ。まあ端的に言えば。そのしがらみでなかなか煮切らなかった風祭りさんの気持ちよくわかるわ。でしょ。だけど今人としての道を踏み外していた風祭りさんがついに目覚めたのね。いやそこまで言わなくても。愛だわ。素敵素敵だわ。風祭りさんのやわらちゃんに対する純粋な愛、とっても素敵。いやそれほどでも。幸せにしてあげてね、やわらちゃんを。任せてください。これでみんな丸く収まっちゃうんだよね。あ、でもさやかさんちょっとかわいそうね。いや、あの人に手に入らないものはありませんから。それもそうね。
お嬢様、そろそろお時間でございます。あのお嬢様、直前なんだ。ごちゃごちゃ話しかけんでください。猪熊さん、本阿弥選手のコーチであるお父さん、結局会場に現れなかったようですね。今お父さんに対して何か一言ありませんか。ああ、そうそう、それぜひ聞きたいな。やめろ、今は試合前だぞ。コンセントレーションを乱すようなことを言うんじゃない。何カッコつけてんだよ、ニッカエブリ。スキャンダル記事はお前んとこのお箱だろうが。それとこれとは別だ。でっち上げ専門の日刊エブリーが偉そうなこと言うな。でっち上げとは何だ。でっち上げとは。悔しかったら部数伸ばしてみる。何を。静かにしてください、試合前なんですよ。ヒーロー、お前のせいでまた赤ん坊が泣き出した。どうしたのよ。福ちゃん、そろそろお眠り。お父さん、ついに始まりますね、決勝戦。ああ、しっかり、柔ら。私、柔らに言ったんです。試合、一生懸命やりなさいって。手を抜いたりしたら、今度こそお父さん帰ってこないからって。本阿弥選手、いよいよ決着をつける時が来ましたね。宿命の対決の前に何か一言。出た。1秒で一本勝ち宣言ですね。いいえ、1分間で勝負を決めさせていただきますわ。1分間。おーほほほほ、徳永参ります。あー、ちょっと。おい、どういう風の吹き回しだ。あの派手好きのお嬢様が1分間とはらしくないね。今度ばかりは大風呂敷広げるわけにはいかないか。よくやったぞ、坂田。宮本君、坂田選手、52キロ以下級優勝おめでとうございます。これで晴れてバルセロナオリンピックの代表だぞ、コーチ。本阿弥が入場するぞ。ああ、何、お大変だ。48キロ以下級決勝見なくちゃ。コーチー、痛い痛い。いよいよ始まるわね、私の宿命のライバルの試合が。そろそろ時間ね。うん、それじゃ行ってくるね。ファイトだ、猪熊。しっかり、猪熊さん。うん、静かに行かないと福ちゃんが起きちゃう。ヤーラちゃん、猪熊さん、しっかりね。頑張って、猪熊さん。私がついてるって。祝勝会はお寿司だからね。うん、いい試合見せてくださいよ。期待してますよ。
かしとるとまた先輩クラ族のバカ誰が。ファイトよ猪熊さん。燃えろ猪熊。よし聞いたかよ、大神は1分間で一本勝ち宣言したってよ。いつになく地味じゃん。秘密特訓の成果もあまり見られんしな。こりゃやっぱ猪熊かな。1分間どういうことだ、あの派手好きのお嬢様が。松田さん、猪熊だ、猪熊が来た。猪熊が入場するぞ。猪熊だ。ぼさっとしとる。ほれさやか嬢が待ちくたびれておいでじゃろうが。もしまたふぬけた柔道をしようものなら、今度こそ徹底的に少年を叩き直してくれる。覚悟せい。たとえ相手が親父であろうと、勝負の世界に情けは無用じゃ。分かっとるな。分かったらさっさと行ってさやか嬢をぶん投げてこい。はい。おいカモだ。あ、松田さん、任しといてくださいよ、明日の一面は。そうじゃない、加賀君はどこだ。ふにこさんですか。ふにこさんなら、ほら、あそこに。あれ、いませんね。またトイレかな。あー、何やってんだ。大丈夫ですよ、僕に任せてくださいって。さて、とうとう残る試合はあと一つになってしまいました。全日本女子体重別選手権、日本中の期待を集め、今始まろうとしております因縁の48キロ以下級決勝、猪熊やわら対本阿弥さやか戦であります。日本の、いや世界の女子柔道界で今や向かうところ敵なしの本阿弥さやか、前回の対決の屈辱を晴らし名実ともに女王の座に着くことができるか、それとも事実上は無敗を誇る猪熊やわら、1年間のブランクを跳ね返し再び女子柔道界の頂点に立つことができるか。さあ審判団が一礼、位置につきます。試合の開始を今か今かと待ち構えております超満員の観衆、ここ代々木第二体育館が大きく沸いております。白精神女学館本阿弥さやか、赤鶴壁トラベル猪熊やわら、女子柔道界の人気と実力を二分してきた両選手がバルセロナオリンピック代表の座をかけ今ここに決戦であります。さようならさやかさん、さようなら地位と名誉、僕はやわらさんとの愛に行きます。さあ両者開始戦に歩み出ます。玉を、もしもやわらが負けるようなことがあったら俺を恨んでくれ。いいえ、それが勝負の世界ですもの。そんなことはどうでもいい。この前さやかの秘密特訓見たって言ってたろ。あれだから言ったじゃない、さやかさんと風祭りさんがエッチしてただけよ。それだ、もっと詳しく話してみろ。やだ、工作ったらもっと詳しくだなんて、もうすけべ。違うだろう、そんなこと言ってる場合じゃないんだ。だからさ、二人で寝転がってもうくんつほぐれつ抱き合ったりなんかしちゃって、言えない。もう工作ったら本当にスケベなんだから。何よ。そうか、そうだったのか。しまった。ちょっとその試合また。工作どうしたのよ。さあいよいよ試合開始です。